皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、ボサノバパターンを極めようという3本立て動画中の3本目の動画でございまして、1本目、2本目でいろいろ練習してきたんですが、この3本目の動画でシンコペーションという、ちょっとこのリズムを応用させるような、なんか、まあ、平たく言うと難しいリズムにチャレンジをしてみようかなと思います。この辺までできれば、まあ、ボサノバのアルペジオで困ることはないんじゃないかなと思いますので、興味がある方はぜひがっつりマスターをしていただければなと思います。それでは、A メジャーセブンスを押さえっぱなしで OK なので、まずこのパターンを練習してみましょう。なんか、このコードの回数がすごく増えています。とりあえずやってみます。1、2、3、4。タンタンとタタとタタドン、タンタンタンとタタとタタドン、タンタンタンとタタとタタドン、タン。こんな感じのリズムです。どうでしょうか？できますでしょうか？Aメジャーセブンスのまま。こんな感じのリズムです。まず、Aメジャーセブンスだけでいいので、まずこれができるようにちょっと練習をしてみてください。1本目の動画でちょっとそんな話こんな話をしたんですけれども、右手の動きがかなり大きいと、この辺でつまずくと思います。単純にその右手のこのコードを弾く回数がすごく増えているので、これをいかにスマートに弾くかということが結構重要になってくるんですよ。右手がすごい力んでしまって、弦を、ね、もう思いっきり引っ張ってしまうようでも、途中で詰まってきちゃうと思いますし、弾くたびにこう手が大きく動いているようでも、どこかでこうリズムが崩れてきちゃったりすると思いますし。できるだけ右手はリラックスをして、動きを小さく弾いていくということがすごく大事です。目安としては、この5弦に親指をくっつけたまま弾けるくらい。これが大げさに悪くやると、親指がこう離れてしまう感じですか。こんな感じで、腕からの動きじゃなくて、指先だけの動きということですね。見ててわかるでしょうか。ここから動かすと悪い例。でも良い例としては、この指先だけ動く。なので、親指を5弦につけっぱなしにしてても弾ける。これが理想のフォームでございます。うまくできないよという方は、その辺を意識して練習してみると良いかなと思いますので、頑張ってやってみてください。それでは、このパターンが A メジャーセブンスだけでできたとして、コードチェンジも交えてやってみましょう。まず、A メジャーセブンスをここで押さえて、このチャンチャンドチャンを弾きますよね。そしたら、ここで A シャープディミニッシュセブンスにコードチェンジをしましょう。これがちょっと難しい。やってみると。でしょうか。チャンチャンドチャーここ。ここ。で、コードチェンジをするという感じです。で、その後の Bm7 と E7 に関しても一緒で、ここで Bm7 を押さえ、ここで E7 にコードチェンジをするという感じです。ちょっとやってみます。ワン、ツー、サン、シー。こんなんです。何となくわかりますでしょうか、このコードチェンジのパターン。チャチャドチャタタタチャタタ
ちょっとこのボサノバパターンに慣れていないと、結構頭の中がこんがらがってくると思うんですけれども、まあ、こんな中途半端なところでコードチェンジをするというテクニック、ぜひともですね、習得をしていただければなと思います。で、さらにまた、これまた応用になるんですけれども、2本目の動画の後半でやったような感じで、このベース音を変えるというのも、もし余裕があれば、やってみていただけると良いかなと思います。最初の A メジャーセブンスは、5弦は、最初の A メジャーセブンスのとき、親指はまず5弦を弾く。で、そして6、4を弾く。で、コードチェンジをして、Bm7、A シャープディミニッシュセブンスのときは5弦を弾いて、で、6、4を弾く。5弦、6弦、5弦、6弦、5弦、6弦、6弦、5弦。こんな感じです。ちょっとベース音を大げさに大きくしてやってみましょうか。まず5弦から。BPM100 くらいで弾ければ上出来かなと思いますので、そちらをゴールに目標として練習してみてください。それでは最後にもう一回やってみましょう。コードチェンジとベースのこの引き分けといいますか、ベースの音を変えてやってみます。100で一緒にできるかな？いきます。ワン、ツー、サン、スリー。ボサノバ弾くときにそんなに困ることはないかなと思います。もちろんそのソロギタースタイルである話は別ですけれども、普通にこのコードと伴奏じゃないか、歌の伴奏でコードを弾くときなんかは、まあ、大体対応できるんじゃないのかなという感じです。あとはまあその自分で、ね、その好きなリズムに組み替えたりとかして遊んでいただければ良いかなという感じです。で、このままリズムはこのままテンポを速くすればサンバっぽくなったりとかするので、そういう遊びもやってみると良いんではないでしょうか。めっちゃ速く。ワン、ツー、スリー。なんか、全く同じことやってるのに、なんかリズムは全く一緒なのに、テンポが上がると、なんかやたら陽気な感じになりますよね。ゆっくりだと。こんな癒しサウンドなのに。まるでスーパーマリオのマリオが、スターを取って無敵状態になったときのような、なんかこうイケイケサウンドになったりとかするんですが、まあ、ここまでできれば上出来でございます。皆さんの、その、なんていうんですかね、熟練度といいますか、その技術といいますか、あんまり無理はせずにできるところからコツコツと練習をしてみていただければなと思います。そんな感じです。あとは頑張って練習ということですわ。また何か別の動画でお会いいたしましょう。しまった。言葉に詰まってきた。以上で、ボサノバを極めようの3本立ての動画は終わりでございます。また次回お会いいたしましょう。さようなら。